はい、どうも、さっくんです。今回はこちら近鉄八尾駅に来ております。今日の9時30分に KIA 58分と、待ち合わせがあるんですが、それまで2時間半時間ありますので、何か時間潰しはできないかなということで、大回り乗車をしたいと思います。とここから大阪難波まで、最短運賃300円ですね。で、時間もだいたい20分ぐらいあったら近鉄八尾から鶴橋乗り換えで大阪難波までね行けるんですけども、それをわざわざ大回りしたいと思います。で、今回の旅はスタートしていきます。電車が来たんですが、これ高安までしか行かないので、これはパスしましょう。これといって珍しい編成ではなかったので、このままスルーさせてください。それでは八尾から各駅停車になる区間準急で大和八木まで向かいます。朝ラッシュのため撮影がほとんどできず、道中のとこがほとんどなく、乗り降りの際や退避している動画しか撮れませんでした。八尾から2駅進んだ高安駅で火の鳥を退避です。続いて河内国部で特急の退避と急行の連絡がありました。この急行の前4両は5200系でオールクロスシートの3扉車となっています。伊勢方面へ向かうならこれに乗りたかったのですが、大回り乗車でのんびり進むため、このロングシートの1400系に引き続き乗車します。上本町方面もお客様がたくさん増えてくる中、こちらはまばらのまま河内国を出発です。しかし5移動大和八木に近づくにつれて8時を回るので、どんどん通勤通学客が増えてきました。この後撮影も困難になるほどのぎゅうぎゅう詰めになりました。急行は河内国部を出ると、次は5移動大和高田大和八木と停車するため、その間の通過駅をこの区間準急が担っていることが分かりました。この辺りから朝ラッシュ真っ只中になり、撮影も困難となりましたので、この区間準急で座ってゆっくり大阪難波へ向かいたいと思います。ということで、この動画は終了です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter、Instagram のフォローもお願いいたします。車番を足していって、はい、最後その合計で競うバトルをします。合計で競う、わかりました。9000系や。
9000系の加えた番号で。ここで結果を見ます。